はい、どうもふみえだよです。今回ですけども、コグスワースを使っていきたいなと思います。でこの粒はねかなりのレア粒になるんですけども、まあ、復活としてはまあ割と多いんですけども、この手に入れる、方法がつむつむスクラッチでしかないんですよね。ここ最近で言うとガチャで復活ということがないので、このつむつむスクラッチでしかないんです。ないんです。はい。で、どうやって手に入れるかというと、まあ、今回で言うとエルサがね、赤マークをね、3つ揃えてもらえるんですけども、このエルサをスキルマックスにしないとコグスワースが手に入れることができないという、超大変な仕様になっております。なので、最近始めたばかりの方なんかはもう、ほぼ確実に手に入れることができない仕様となってますので、まあその点においてねかなり、レアな粒になってるんじゃないかなと思います。でこの粒の性能なんですけども、オーロラ姫と同じスキルなんですけども、まあ、圧倒的介護感というところになっております。比較するとですね、スキル発動数がオーロラ姫が15だとするとコグスワースが16で、効果時間もね比較するとねコンマ5秒短いです。でさらにですね、オーロラ姫の場合はフィリップ王子に変わるんですけども、フィリップ王子をなぞるとコイン補正がかかっておりましてプラスに、働きます。なのでコイン稼ぎができるんですけども、コグスワースの場合はその補正がないということでコイン稼ぎもできないというところで圧倒的介護感となっております。はい、まあ一応報酬積むになるんですけども、ちょっとねこのツムを2プレイやっていきたいなと思います。スキルレベル4でどれぐらい、まあ、スコアとコインが出るのかというところで、まあ、5-4 コインのみでやっていきたいなと思います。ついでにミッションをクリアしていきましょう。で自分はね、まあ、ちょっとオーロラ姫全く使いこなせないんで、圧倒的にヘボいと思うんですが、あのその辺はちょっとご了承ください。申し訳ない、私下手くそなんで申し訳ございません。まあタイムボムも狙っていきたいけどさ、それやるともう全然、あ、しかもあれだね、やばいなあ、これでもさ、でもそれあれか、あれも同じだな。こう終わらせてこうするしかないな。でもそれでも26チェーンか。こうサブツムを消しまくってでロングチェーンするしかないかなと思ったんですけども、それですらきついわ。これサブツム消してロングチェーンしようかなと思ったけど、それもきついな。スコアもコインも全然伸びねえんだけど。2000枚いかないの？俺が下手くそなのはわかるけどさ。マジか。これ超難しいじゃん。まあ、スコア出しするなら、まあ、ボムアイテムつけてタイムボム狙っていくしかないと思うんですけども、そうか、やっぱそう考えるとオーロラ姫強いっすね。コインプラス補正かかりつつ、効果時間も長く、そしてスキル発動数も1軽いんで、そう考えると強いっすね。扱いやすさも全然違いますね。ハートいらね。ハートが来るとハートがゲットできるんですけど、よしよし。星がね、確かコインです。よし、コインはもらえそう。で、赤マークが報酬積むで、あとなんだっけ、忘れた。もう一つがね、レベチ系だったはずです。はい。ということで、もうワンプレイやっていきましょうか。これ、680万以上、稼ぐことを目標にするわ。どうする？ちょっとタイムボム狙いの方がいいんかな？でもさ、プラス補正がないんで、コインの。ロングチェーンしないとコイン稼げないんだよね、全く。そこなんだよな。よし、タイムボム、ありがとうございます。
あーなんで8チェーンになっちゃったんだけど、 なぜか。どうだい、残り4、まあ、さっきよりかはスムーズにいってる感はあるけど、果たしていいかどうかで言うと、まあそんな良くないだろうな。タイムボムは出てますね。わ、ちょっと消すの遅かったな。よし、8チェーン。よし、まあとりあえずミッションクリアしたけどさ、いやーオーロラ姫強いなと思っちゃうよな。そう考えるとやっぱ使ってみてわかる、オーロラ姫強い。でもオーロラ姫使えないんだよ。タイムボム出てるね。タイムボム出ても俺これだ、やべえな、下手くそか。はい、という感じで、まあちょっとねレアツムなんですけども、性能としてはねもう本当に弱いです。鼻水が止まらねえ。はい、という感じで、とりあえず、あ、ハートも、わ、ハートいらないな。あ、この雪の結晶がエルサになります。いやー、ハート、自分コグスバースしかメイン赤はね出ないし、ところになってるので、まあ、スキルレベル5まではね持っていけるかなと思います。はい、今スキルレベル4の57%か。で5体は最低手に入るので、まあ、そこはね回収すれば、まあ、スキル5は確定するかなと思います。多分スキル4から5がねこれ 57% なんで7体のはずなんで、まあ、そこはねいけるかなと思います。はい、まあ、なんであと3体かなこれ。はい、まあ、そんな感じで、今回はレアツムコグスワースを使ってみた動画となりました。まあ、私が使うとこんな感じでめっちゃ弱く感じてしまいます。ちょっと他の方がどれぐらい出るかは分かりませんが、まあ、ぜひコメント欄で、これぐらい出ますよとか、まあ、そんなコメントをお待ちしております。そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではバイ。闇に包まれ、くじけそうでも今日よ。